で、いやそうだけどさ、うん、え？めっちゃ吐かない？ちょっと怖っ、ね、うわーすっげーこれ。この深さでこの底見えるってすげえな。やばすぎやろ。ほんまにすごい。そりゃウニもいっぱい取れるで。ウニの量やばすぎる。やばすぎる。それなりに大きいしな。なりたいな、おまさん。めっちゃ可愛い。可愛い。はい、今日は、流線と、うん、これね、岩手観光って言ったら絶対に出てくるやつ。そうね、うん、日本三大鍾乳洞の一つ、うん、でまあここに来たいなって俺が思ったのは、地底湖がある。鍾乳洞の中に地底湖があって、うん、まあ、それがめっちゃ綺麗そうやなっていうんで、ちょっと今日は流線洞に来てみました。寒いんかな。多分さ、洞窟の中って夏は涼しく冬は暖かいみたいな一定の温度やん。ああ、なるほどね。いや寒いやろ、夏は寒くて冬は寒いやろあら、マスクします。人が増えそうなので。はいはい、チケット買うぜ。ほいよ。はい、チケットゲットです。はい。本物はこれ大人1200円。そうね、子供が550円やけど、じゃん、93円。おー、トクトククーポンっていうのを使ったら安くなった。その場合は多分この機械じゃなくて窓口じゃなくて窓口で買うかな、うん、すごい簡単に買えました。そうね、うん、結構お得やね。普通に1人170円。別に携帯でピッて出すだけやから、うんうんうん、ってことで中に入ってみようぜ。行きましょう。これどうなん、ここから入ってここから出てくるのかな。どうなんやろ、全然わからん。一方通行って書いてるわ。なるほどね、うん、行ったら帰っておられへんねん。かもしれへんの。急勾配の階段を約60段登ります。なるほど、まあ行ってみようよ。はい、うん。いらっしゃいませ、こんにちは。おーすごい。はい、大丈夫です。チケットは切らないで、そのまま入場してください。どうぞお進みください。すごいね。びっくりしたね。まさかの、ああいう感じで体温を測る。おー。遊園地みたいやのけど。なあ。どういう感じ？めちゃめちゃライトアップしてるね。なあ。思ってたライトアップと違うけど。何？へえ、めっちゃ綺麗やん。綺麗。めっちゃ綺麗な。めちゃめちゃ水透明。ちょっと映像じゃ分かりにくいかもしれへんけど、めちゃめちゃ透明よ。いいけどさ、うん。絶対冷たいよな。そうやな。映る、真っ暗で映るのじゃん。まあ。なあ。中の方があったかいやん。そうやんな、冬はそうなんじゃない、やっぱり。なるほど、うん、そんなに。えあ、ほんまに水降ってるわ。めっちゃ降ってきてんねんけど、だから首の後ろとかめっちゃ冷やしてきてる。うわ、俺の手元に落ちてきた。おお。ここは結構透明なのがよくわかるね。うん、生き物とかおらんのかな。どうなんやろ。まあまあ深さはあの深さ。ちょっと怖いよね、洞窟の中の川ってさ。めっちゃ神秘的やんな。神秘的やな、うん。めちゃめちゃ狭い、うん。
ん？何メートル？あれメートルじゃないの？多分違うから、これ出たらやばいね。どういうこと？何の？あれは1メートルやと思ってた。え？とにかく水がいっぱい流れてるね。うん。そして全部透明で綺麗。うん。綺麗な。いつからあんねん。何億年前とかじゃん。どうなんやろ。やと思ったらすごくない。うん。いやここに5キロの道があるっていうのがすごい。なあ。なんか出てきそうやもんな、なんか顔だけで歩いてるものとか、うん、まだ誰も踏み入れてへんとか行ったらさ、うん、見たことない G とか、うん、G、うん、G はなんかいろいろ発見されてるやん。でもさ、なんか動物、生き物、うん、とんでもないものがまだまだおるんじゃないかと。やばいよ、めっちゃ冒険の量。なになになに、ここにさ、地底湖があってさ、うん、地底湖、水があるんだけどさ、うん、水透明すぎて一瞬境目がわからんかった。ほんまや。だから、え、すっげーって思う。伝わりにくい。あー、カメラだったら水の境目わかりすぎる。わかりすぎる。わかりすぎる。持ってないですよ。いや、わかるやんってなる。ほんまに一瞬、え？ってなった。ニュージーランドで土ボタル見たところなんかさ、うん、中起きたな、うん、進もう、うん、見える？あ、あんま見えへん。こんな遊歩道とか全然ないし、もう観光名所じゃないからさ、うん、怖かったよな。怖かった。もう水の中半分ぐらい下半身浸かりながら、そうね、奥まで探検したよな。でもこんなとことかあったもん。あったあったあった。この池袋とかさ、うん、しかもなんか誰、何、こういうのもないし、ライトも全くないからさ、うん、文句言って大丈夫なの？帰れるかな。そうで、なんかすれ違ったとかさ、あっちに道あったとか聞かれんねんな。いやー、見つけられなかったよとか言って。楽しかったな。楽しかった。うん、怖かったよ、ちょっと。いや、めっちゃ怖い。乗り方わからん、マジで。やばい、アホがバレる。お前なんて読むんやろ。なんちゃらーな。まさかじゃない、こんな G のコウモリ。そうやったんや、コウモリって言ったらカタカナやもんな。うん、これよ、これ、このよくわからんのが鍾乳洞。よくわからんイメージな。イメージな。キラキラしてる、めっちゃ綺麗。そうそう、つららみたいな、うん、滝みたいな、うん、落ちてきたらヤバそうな色、うん、さっきさ、コウモリぶら下がってたで。うせ、うん、教えてよ。めっちゃ見たかった。おお、この辺、この辺鍾乳洞やな、みーちゃん。もう絶対鍾乳洞や。あー、めっちゃ降ってくる。おお、すごいすごい、上すごいよ。確かに。バリキザギがしてる。こうはなんかあれやな。エイリアン出てきそうやな。エイリアン、うん、
わからんその曲。めちゃめちゃ鍾乳洞出てる。こういうやらしいこれはですね、石灰ですね。石灰です。守り何？守り獅子。確かに見てる。なんか獅子っぽく見える。こうほら座ってる。この間見た。わかるかな？どの部分？え、足、顔、後ろつくの。わからんやな。あ、こうゴジラみたいな。ゴジラ？え、お前のみたいな。これあれあのだから獅子の左肩についてるみたいな。あ、そう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 。え、そっち？それ言い出したらさ、俺はさ、こっちも守り獅子なんじゃないかって思ってね。そっちはなんか長いのみたいな。穴がち外れてもないやんな。え、なんか出てきた。それはいらん。どうしよう。何？それはいらんよね。そういうの俺ほんま嫌。なあ。自然見に来てんのにさ。なあ。ハートって。今度もハートに来て寝てやる。めちゃめちゃインスタ映え欲しがってる。じゃあとりあえず写真撮っとく。いいですか？撮るんかい。映画使いながらやっぱりなあのやってた方がいい。パンフレットもらったはいいけど暗くて読まれへんねんな。なんかいけるいける。第1弾でいけるっしょ。いける、うん、ちょっと急いだ方がいい感じ。 OK。 めっちゃ多い。おー、ちょっと待って。いやそうやけどさ、うん、え、めっちゃ赤ない？ちょっと怖っ。ねえ、うわーすっげーこれ。 Please don't throw coin。 ほんまにない？怖い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 。水深がこれ35m あるんで。マジで？うん。 35? だからさ、この壁とかめっちゃ透明やからさ、うん、ちょっと映像で分かりにくいけど、ほら肉眼で見たらさ、めっちゃ深くまで続いてるやん。うんうん。でもまだまだこれ半分ぐらいしかないんじゃん。半分もないんじゃん。すごい。どう、うん、見えますか？さっきから何か、うん、ちょっとこれちょっとね、映像じゃ分からんけど、どうする？なんか黒い影がシュって通ったよ。走ってなあ。いやでも俺たちは YouTuber やからそこは映像に収めないと。私は逃げるわけもんやけど、喋ってたらもう映像全然今撮ってなかった。でも綺麗。なんで？おおおお、ちょっと見えるね、そこはここ。中も動物の形やから入り組んでんの。98m。 怖っ。それは普通に怖い。めっちゃ怖い。でも黒いボンとかめっちゃ奥深いってこと。そうやな、あの先な。怖っ、めっちゃ怖い。え、多分なこの見えてるところでも10あるな。 5m 絶対あるな。もっとあるかもしれない。だってもう私めっちゃ行き上がってんもん。これがあれやな、入り口に書いてた200何段、70何段かなんかの。よいしょよいしょよいしょ。展望台まで行きたい方はこの滝、これまでですよりさらに、おお、急勾配で210段。さっき60段やから3、4倍あるってことや。しゃ、オッケー。よいしょ。しんどー。めっちゃしんどくない？あ、そこが展望台じゃん。ここや。なるほど。よいしょ。おー。
聖子ちょっとちっちゃ。でもここのこんなに吹き抜けになってもすごいね。ほんまや、うん、めっちゃ上まで来たな、うん、すごい。携帯落とすので怖いよ、ちょっともう一回やめるわな、めっちゃ怖いな。全然来てへんやん。全然サービスやろ多分。そうやな。もう何百本も出てると思う。そうやな。うん。すごい。じゃあこんなんもらったら何？え、それ地底湖の水？そっちの？やとしたらやばない。温泉堂の水って書いてある。おお、やばい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 。なんか飲んだらなんか体になりそうや。変でここどこ？確かに全然入り口の前に見覚えないねんけど、こんな入り口どこ、よかったね、たっくん。よかったなあ。やっぱ地底湖が抜群に綺麗かった、うんうんうん、俺的に、うん、ね、うん、ということで感想はい、ガビーンなことがありました、はい。まあ、あっちの龍泉洞、うん、さっき行ってきたけど、うん、反対側にな龍泉振動科学館っていう、うん、まあ鍾乳洞、こっちも鍾乳洞やな、うん、まあ鍾乳洞の中が科学館に載ってるやんな。鍾乳洞の中を使って展示物があるみたいな、そうそうそう、うん、っていうのがあって、で、まあ、このチケットの下の方にこう共通券っていうのが書いてあって、そう、まあ、あっちもこっちも行けるっていうことやったんやけど、うん、まあちょっと俺たち調べ不足というかギリギリに来てしまったから、いやまだ空いて6時まで空いてると思ってたけど全然閉まってた。あ、そうや、うん冬やからかな、わからん。でも残念やけど、うん、まあ、こっちは入られないっていうことであ、でもその値段でさ、2つの鍾乳洞、一応こっちは科学館って言ってもこっちの中も 200m の鍾乳洞らしいし、うん、2つの施設楽しめるんやったら安いかもしれへんな。まあまあまあ、そんな高くないよな。そうね、うん、うん、ということで、はい、ちょっと今回残念ながら行かれんかったけど、うん、これで、うん、このチケットあれば、うん、あっちとし龍泉洞とこっちの科学館で行けるから、はい、もし来る人はちょっと早めに来て、はい、1時間半ぐらい、そうやな、余裕持って見た方がいいよな、あれば、うん、もう行けるのかなっていう、うん、感じでした。はい、ショックやな。ショック。お水飲んでも、お水はあれしよう、夜景酒しよう、やけ水しよう、やけ水しよう、キンキンに冷えた湯煎道水で。そうか、まあまあいいや、楽しかったし。楽しかったな、ね、うん。